遠くない？ゆうかやってる？ゆうかだミックスと、じゃあこれ手足一瞬になっちゃう。やめて。出せ。左手から出す。そうそう。はい。ここ好き。
の演出に感動したみたいです。頑張って止めるから全部受け止めるから全部受け止めるから全部それはどかんで顔をやめてみて笑っちゃうからじゃねえよ。そうやってカメラの人。かわいい。見てんじゃねえよ。
イナルということですね。そろそろ俺らの本気を見せていこうかなと思います。遅くないですか？じゃあもっと早めに出せてね。もっと遅くないですよ。F24 のねファンミーティングにちょっとハマって。メイクなんてしてなくてやばい顔が。最高の夜にできるか。みんなでパーリナイパーリナイしちゃえる。それ声出るんだ。練習してほしい。みんなーパーリナイパーリナイするか。はい、盛り上げようとか、 なんか結構 HKT ですごいなんか団結した感じがあって、なんかすごい HKT のことが大好きになったコンサートだったんですよ。もっとだから本当に素敵なツアーだったなって思います。最高でした。最高の締めくくりで楽しかったです。2月からやってきた集大成として最高のホームでのコンサートだったんじゃないかなと思います。楽しかったね。寂しいね。そうなのですごく、そうね、バレンティの2人でセンターをさせていただいたので、なんだろう、一人一人センターの企画以外でセンターをさせていただいたことがすごく嬉しかったです。今回はその
演できないみおちゃんとハルッピの分も私が頑張らなきゃっていう責任感を今まで以上に感じたツアーだったので、サッシーと一緒にこう HKT を少しでも引っ張りたいっていう気持ちがより芽生えたツアーだったかなって思います。最初ツアーが始まった時には自分的に結構ポジションがこうどんどん下がってきてた時だったんで、すごいもっと頑張ろうって思ってたんですけど、このツアー中にセンターという発表もあって、そしてセンターで初披露もできたし、なんだろう、すごい自分的にはガラッと変わったなと思いますね、このツアーで。また絶対にセンターに立ってコンサートしたいなって思います。本当に自分 HKT48 とか大好きだから、なんだろう、 HKT48 にどんどんやるたびにアイドル人生に全てを捧げたいという気持ちが強くなるので、なんだろうな、本当にファンの皆さん一人一人が大切な存在だから、なんだろう、もっと自分も頑張らなきゃって逆に思っちゃいますね。だから何どんなことがあってもすごい頑張ります。いや本当に今回のコンサートでダンスパートが多くて、自分の振り付けもさせていただいてって、ちょっとずつそういうダンスのポジションを確立できているのを実感できたので、そうみんなのダンスを引っ張っていけたらなって思います。頑張ります。いろいろあったツアーだったんですけども、それもこれもこう乗り越えるきっかけをくれたのもツアーだなと思うので、また一つ団結力が深まった HKT48 を見れたんじゃないかなと思いますし、5期生の応募も始まったので、こういう私たちを見て入りたいと思ってくれた方がいっぱいいたらいいなと思います。で博多はいろんな味が食べれるっていうか、いろんな味があるっていうのが博多のやり方だなと思うので、私もそれに乗っかっていろんな味を出していけたらいいなと思います。